もしもし、半島直入に今回は生活費が厳しいという理由で、マネーのこれの方をお願いさせていただきます。今は、えー、僕、母と二人で暮らしていて、ええ、まあ僕もちょっと転換とか、まあ、不眠症とかの病気があって、母は重い通し上症を持っているんですけど、ああうん、少し前まであの生活保護を受けていたんですけど。 これは僕あとに知った話なんですけど、あのーうん、例えば洗濯機が壊れたとかだったら、10万ぐらいその洗濯機を買うお金が支給されるんですけど、そういうので結構、不正にもらっていたっていうのを僕はあと気づいて、<laughs> いやいや、やばいじゃないですか。<laughs> あのほで、保護切られるって形になってしまって、はいはい、生活が一気にちょっと困窮してしまって、母ちゃんのせい<で>完全に。 まあそうなんですけど、今は僕がそのコンビニで今、アルバイトしてて、いいえは足りなくなった分は、まあ姉からちょっと恥ずかしい話でご飯を賄ったりしてもらってるんですけど、母の統合失調症が、ちょっとかなり本当にもう重度の方でもうで、結構、被害妄想だとか、笑われてるだとか、結構、常日頃えるようになってしまって、到底仕事をできるま状態ではないので、で生活保護も切られたって感じで、ま。あ 僕は今、マイナンバーカードを就職するために今、取得したので、その1か月間の間の,そのガス代だけその支給していただければ本当にありがたいガ、はい。ガス代はい、ガスだけ止まってしまっていて、水道は僕が払ったんですけど、ガス代だけ支援してほしいってことあー、そうですね。あのいくらいですか、<う>ガス代ってなると。多分三3か月ぐらい滞納しちゃってるので、1>, ううん、1万円ぐらいだと思うんですけど。1>, 1万円 僕は今18歳でこれから就職するっていう感じなんですけど、うん、一応父とはもう離婚しちゃってて、まあ、あの病気が重いからもう面倒を見きれないということで離婚してしまっていて一応父にも相談したんですけど、うんまあ、でも今糖尿病で生活保護受けてるので、まあ、ちょっと厳しいってことで <laughs> 糖尿病で生活保護で頼れる人はもう一人もおらんと今バイトしかしてないのそうですねあの一応 今18でバイトはしてるんですけど。学校は学校は、学校はあのー、お金がもうなくて、中卒で。ああ、そうなんや。お母さん、っ<て>今何してるの今は家で普通に休んでるっていう感じです、ね。休んでる、ゴロゴロしてるってことまあ、そうなりますね。<laughs> どれぐらい働いてんの、週に。週4とか、両日は週5とか。ああ<ー>。それでまあ、8万。 とかかですかね毎日働いたら、でも、もっと稼げるんじゃないのまあそうですね、もうあのコンビニの都合上で週多くて週5、週五6とかしか。うん、で、まあ、家賃と光熱費とかも僕が払ってるんで、ちょっと、うわ、大変だ、まあ。あんまりバイト入れられない月とかは、ほんと8000円とかしか残んなくて、でそっから、まあ、自炊して頑張ってるって感じなんですいだそうです、皆さん。止まっているっていう証拠も出せます、全然。 あー何がガスあ、そうですはいあまあじゃあ送って一応じゃあどこに住んでんの北海道に住んでます北海道私が払いますやでえじゃ払ってくれる人いるみたいですよあ本当ですかもうはい、頭が上がらないですえ今さ支払いに行けんのセブンイレブンでも払えますかねえ、払えるしえあれって二十四時間じゃないのセイコーマートとかはレイに閉まっちゃうのですけど北海道だから じゃあ一応ちょっと今ビデオツアーでますス冷蔵庫だけ冷蔵庫 <laughs> 冷蔵庫見せる<ー>、まあ、なんかこれ結構恒例みたいになってる。<laughs> いや別にああじゃあ見せてください。はい、ああはいはいは <laughs> い <laughs> はいはいはい。なるほどね。うーんうーん、なるほどー。ってかお風呂どうしてんの友達の絵に。 週一で入りに行ったりとかちょうど今日入らせてもらったんですけど <laughs> ええー、ガス代のその3か月未払いのあの紙はあーちょっと母からもらってきますちょっと待っててくださいうえってかお母さんに言ってよあの友達があのガス代滞納してるの払ってくれるみたいだよってこれ通話で流した方がいいですかね音声わかりましたどえス代友達って誰っしゃ <laughs> 体能してる、ちょっと紙欲しいんだけど、一回。あ体能してる紙、ちょっと一回見せて欲しいんだけど。なんで、名前見られるんですか <laughs> 名前見られる。友達 <laughs> してたあじゃあ、出し,したらちょっと、持ってきて、うん。はい。ちょっと今、それ出してくれるそうなので。何してたの、母ちゃん。なんか、部屋のお掃除してました。アルミホイルとかある感じなの アルルミホイルはないですあそういうで電波攻撃的なやつではないんだ警察のスパイだとかって勘ぐったりはしてるところあるんですけど <laughs> まあ東郷市長市の人はそうだからね、うん、支払い所のバーコードを配信に載せれば誰かが払ってくれるそんな払い方していいのあれ ?3 万 <laughs> 3万かあれ ?3 万円ってなってますね なんか予想してたよりも、前一問って聞いたんですけど。いやー、まあぁ、え、3ヶ月分か。え結構高いのか、そ北海道高いんだ。てか、母親はさ、不正受給して、結局生活保護打ち切りになったわけでしょ。それについては何つってんのそれなんか、やっぱり、あんまりその、重く受け止めてない感じで。そのせいでガス代も腹うはめになってるんやからって、母ちゃんって。 でも助けけてくれるる人がいるんやけど、どじゃあ今ちょっと聞きます聞かない方がいいみんなどうだろう <laughs> いやーまあでも過去にその刃物持って人の家に上がったりとか結構本当に重度だからどうなるかわかんないんですけどやめとけな発狂とかするもしかしてまあするかもしれないですねえっ、ー、<ん>じゃあやめとくかレコルさんにもコレリスさんにも不快な思いになさってしまったらあれなので。 ちなみに、そのなんかえっと知り合いが払うことに関しては問題ないか聞いてよ、じゃあ。スパイカーみたいになってもめんどくさいし。ガス代、<laughs> ガス代さ、友達が払ってくれる分にはその、払ってもらっても大丈夫か。誰にしたっけいや、俺の友達なんだけど。いや友達って何歳さ,い,さいや、とりあえず俺の友達なんだけど。友達だからなどんな人さいや、普通に優しい人い。優しいって言って、やばく後で言われたりういう人間性があるからさ。隠すことないじゃん、別に余計なこと言わないから。 生活保護受けてとか言ったの。うん、話してよそれもすみませんちょっとは話にならんです <laughs> やばそうだね確かにね一、ま、人暮らしする予定なのちなみにその今後あーそうですね一応ちょっとまずいって区役所の判断が出たので一、うん、ヶ月だけ多分最初生活保護が出てそこから就職してくださいっていう形になると思います、うん、えーはい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 一万円支援するありがとうございます あ、でもコンビニだとペイペイは無理なんや。コンビニは現金のみなのか。となるとですね、どうするこれ。もうあとはもう北海道に直接渡しに行く以外ないぞ、北海道リスナーが。<laughs> 北海道でそのまんまあのワンちゃんも行きますよって人います <laughs> いいのかな一番最寄りは JR の内部駅だと思うんですけど。 まあでもいないならもうこれ諦めるしかないな、正直。だってもうそれ以外ないからな。まあはい、お話聞いてく,れくださっただけでども、本当に感謝しますもういるかいないか。もうこれは運命に委ねるしかない。えー、3分待ちます。もう今です、そして。さすがにごらんか。今から行けます。LINE ツアーできるなら QR 画像送ってください。車で苗棒駅行けるって。あ、本当ですか。 <laughs> 誘拐されない <laughs>。いや、まあまあまあ、もう本当ね、もうリスクは知りませんよ、僕はもう、どんな人が来るかもしれませんし、はい。一応、まあ、成人はしてるので大丈夫です。まあ、一応、まあ、自己責任で気をつけます。ヤクザかもしれんって、そんなわけないでしょ、さすがに。てか、お金返すっていうあれはないの、考え方はえあ。お金はもちろん、返す方向で。ああ、そうなのああ。すいません。 女性の方だったんですかえ、本当にはだいけるんですかあ、いけますけど、はい、お金返してくれるなら払えます。あ、はあ。来月からちゃんと1万円ずつ返済するっていうお考えなんですけど、あんま多くないんですけど、利息も1万ぐらい。1万も来月からは就職する予定なので、あと住所例えば、飛んだとかなったときは、 当物もらい一切ないんですけどまあその時にまあまあ最悪じゃあ俺が保証してやるよこいつが飛んだら俺が払ってあげるよあ、それなら払えます今うん。じゃあ今から行ける車で今から行けますイオンオンならンまあ割と早めに行きます内部,内部イオンですかはい、待ち合わせみたいな感じですねイオン待ち合わせでえー、その後コンビニはいいやでも<し>俺的にお金渡すのはコンビニ前で渡してほしいんだよね え、ペイペイで払えるんでしたっけいや、払えないよ。えー、女性の方、現金持ってないとか言わないでよ、ほんとに。あ、じゃあ今から、キャッシュカード取りに行きます。なんでないんだよ。そういうもん、みんな。セブンで降ろせます。<laughs> ああ、そうなの。あと、俺に住所も送っといて一応。で、これです。で、飛んだら普通に、あのー、YouTube 動画で行くから、君の家に。もう来ていただいて、その時は。 いや、そりゃ厳しいよ。あのね、そもそもこんなのではね、お金が支援ねしてもらえるってのがね、そもそもですから。ありがとうございます。あの、ガス代ってクレジットカードで支払えますか無理だろう。まさか冷やかしか <laughs> お前、ここまで来て。30分ぐらいかかってもいいなら。なんで家に現金がないのカードとペイペイしか使わないので。お前、ほんまかはい。現金がない でもキャッシュカード家になくて、女性のカード。キャッシュカードないってどこにあんのキャッシュカード自分の家にあって、今は自分の家じゃないところにいるんですよ。どこにいるの友達の家です。友達に、じゃあ友達に借りたらい,いやん。友達も多分現金持ってないので。えなんとイオンに行ける人二人目来ました。 奇跡的にいるぞ、本当にもう、この人しかいないと思う、もう、この人以外いないと思う。<や>これも冷やかしだったら、もう君の運命だと思ってくれ。ま、もしもし。もしもし。もしもし、こんばんは。今からいけるんですか。あ、行けます。え、で、あの、お金一応返すという話で、あの、支援も一応可能なんですかね。はい、十分。いいね、みんな近いね。5分ぐらい。<laughs> え、じゃ、あもう、行ってもらってもいいですかね、もう。 あ、わかりました。現金あるんですよね。あ,あります。北海道ぬくもりティだよ <laughs>。じゃあ今から行きます。支払い証ちゃんと持ってけよ。どうするこれで、あのー、期限切れで払えませんってなったら。<laughs> <laughs> じゃあちょっと向かわせていただきます。はいはい。高いね、でもガス代。なん北海道そんな高いんだ。じゃあその代わりに何か安いとこあるの、北海道って。トウモロコシが食える、どこでも食えるだろ、別に。 最近マネーのこれ成立率高くね。<laughs> あ到着しました。ああ、じゃあちょっとお待ちで、待ちで。週5っつってたじゃん。はい、1>, 1週間働いたことあんの収録とかはありますけど、週ああ、そうなんだ。収録はあるんだ。収録はありますうん。ちなみに1日どれくらい働いてんの、はい、?1 日5時間とか6時間ですね。時給いくらなの 930円ぐらいです。大変や。まあ、正直、コンビニ、ここら辺のコンビニは、まあ、そんな感じですね、うーん。転換で、やっぱり、ちょっと、その、長く働いたりできないのそうですね、結構、めまいとかがあって、うん、まあに<ー>、中にあまあ、それはじゃあ、無理やろうな。ぶっ通しで、まあ、5時間、6時間とつってなると、まあ、それでも結構限界で、まあ、うん、まあ、前の部分はあるんですけど。うん、もしもーし、し、はい、ついたんですけど、 角にいますよね。あ、そうです。角に。見つけました。こんばんは。いよかった、いい人で、マジでいい人で、よかったわ。とりあえず、それが払えるかどうか、やってほしいわ。このままあ、繋げたままでいいんですか、ね。あ、ま,まあ、そう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 ,そう。いや、ちょうど今日、お金があったんですよね。い,いやそう、そして、このとしの、近くにおったという。<laughs> いまあ、やっぱ、六万人おらんだ、これは無理やな。<laughs> さあ、どうなるドキドキです。今、うん、バーコード読み取ってます。はい。あいけます <laughs> <laughs> ちょっと一旦、あの <laughs> 音をミュートにしていただいて、うん。払ったか、おい。よかったな。よかったやん。優しい世界で。まあ、何度も言うけど、絶対こんなのお金もらえる話じゃないよ。 俺はやっぱ貧乏だったから分かるほんまに金の重みが払いました払いましたかいやありがとうこんな時間にマジでありがとうございますほんとにこんなガキのために記念写真撮って記念写真撮ってコロコロさんに送ります後で OK ですですまあ顔は隠していいんで記念写真撮って送ってくださいあっはいはい お姉さん、ありがとう、<laughs> 本当に、姉さん、まじで。うん、では。で、で、ありがとう、あ,<の>ありがとう。じゃ、あ私抜けます。はい、ありがとう、本当に、ありがとうございました。はーい、失礼します。おい、少年。おああ、あ、まだおった。<laughs> まだおた。<ー> <laughs> まだいた。<laughs> お姉さん、まだいた。あ <laughs> あ。いや、まだわもしもし。 <laughs> 何をイチャイチャしてんだおめえは一応つながってます、はい、いやもう写真撮って解散してくれ早くはい <laughs> 夏,夏が始まったあいつがした、はい、あれす,すいませんありがとうございます本当に申し訳ないですじゃあ来月から返済いたしますのでありがとうございました本当に今解散しました ちゃんと返すんやね、それは。あ、それはもちろんこのおあざで返しちゃいけないので、それは当然払います。どうだったお姉さん？いやー、すごい温厚な方でした。温厚な方。外見からしてすごい。えー、温厚な方だったんだ。外見が温厚な方。<laughs> なんんなどんな方だ？<laughs> で、さっき聞いてたから知らんけど、もうこんな普通に助けてくれる人おらんからね、ほんまにこの条件で。 うん、はい奇跡だと思ってますいやもうこのことはもう一生忘れないですしもう、うん、本当にもう甘えはこれきりでもうこれから就職とかちゃんと頑張ってきますはい了解ですじゃ気をつけて帰れよはいあり,がとうありがとうございましたこれこれさん。気持ちがいいねこうやって少年がこれからね羽ばたいていくの気分がいいわなんか 気分がいいけど、騙されてないことを祈る。うん、やっぱしのさんのせいで、なんか何か嘘ついてるんじゃないかみたいな、あるからな、どうしても。あのクソババアのせいで。写真ああ。うわなんか全然イメージ違う。これ、女の子みたい。<laughs> 顔が。可愛いの。え、なんか可愛らしい顔してんなーっていう。大丈夫この服、めっちゃ高級ブランドとかじゃないよね。<laughs> うん。 その T シャツのブランド本物ならそこそこしますよ。何どういうこと少年あのさすがに高い T シャツとか着てねえよな。金ねえとか言っといて。それ意味わかんないからね、普通に。クラス T シャツだってみんな。高校の時の。しかも人からもらったもんやって。<laughs> 泣ける <laughs>。泣けるよ。ほんとかどうか知らんけど。少しだけ人を疑うのをやめたいと思います。お姉さん。飲み物も奢ってくれたって。 <laughs> うん、わざわざ写真撮ってなこの午後の紅茶150円ぐらいやろこれほっこりツイ i t t や <laughs> 優しさに溢れているさすがに裏切んじゃねえぞお前どんな状況になっても返せ